はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。ジャイとお供のトニーです。この世界には攻撃力がアップする装備ってありますよね。そう、鬼人シリーズと蛮族シリーズやファントムシリーズですね。これら3種類あるんですが、今回は強化ができる鬼人と蛮族シリーズを見ていこうと思います。両方とも入手のしやすさはあんま変わらんし、結局どっちの方がいいか分かんないですよね。そこでコルグ州法というサイトを覗いてきたんですが、まあそこでも意見はバラバラとしていました。中にはね、蛮族臭そうっていうのがねありました。それはひどいね可愛いんですけどね。ということで改めて見た目や性能、集める素材の違いを見ていこうと思います。それではレッツゴー。ってことで性能を見るんですけど、一緒なんですよね、攻撃力もセットボーナスも。ならば次は見た目だということで、ちょっとじっくり見ていこうと思います。はい、ということで2つ並べてみました。回転させるとこんな感じですね。鬼人やっぱかっこいいよな。蛮族は蛮族で可愛いんだよね。ただあれですね、体験持たせた方がかっこよく構えるから、体験効果のせいでちょっと鬼人の方がかっこよく見えますね。はい、じゃあそれぞれ集めないといけない素材を見てみましょう。蛮族はね、頭と服と舌と全部同じ素材を集めたらいいんですけど、鬼人の方はリンクの姿が隠れちゃいましたね。ヒノックス系やライネル系の素材は一緒なんですが、オルドラ、ネルドラ、フロドラそれぞれの鱗や爪や牙のかけら、角と集めないといけないので、まあ大変なんですね。僕の場合は竜見えたら何しか素材を手に入れてたので、そこまで苦労しなかったですけど、これを一から全部やろう思ったら、まあ蛮族の方が楽ですよね。蛮族の方でちょっと手こずんのは剣兜くらいかな。まあ、ただ兜については夜にスポーンする位置に行けば日はまたぎますけど普通に手に入るんで、そこまで苦労はしなかったですね。はい、ということでこんな感じです。まああと5秒ほどこのままにしておきますね。スクショ撮る方はスクショ撮ってください。はい、ということでね、見た目にこだわらないんだったら蛮族の方が楽に手に入るかなって感じですね。どうせだったらね、こう戦ってるシーンとかも見てね判断したいよね。ということでね、一応ちょいちょい戦ってみたんで、それ見ていきましょうか。はい、ということでね、まあ、ちょっとシーンに味をつけて戦わせてみたんですけど、ここからはね、この2つについてもうめちゃめちゃ個人的な意見を言おうかなと思ってます。蛮族ってあのライネルとめちゃめちゃ戦うじゃないですか。やからなんか自分の技術もめちゃめちゃ上がるんですよね。リンクと共に強くなれてるみたいな感覚になって、結構愛着湧くんですよね。まあ、結果人それぞれ好みがあるんで好きな方を選んでください。僕は鬼人の方が好きですね。かっこいいから。